皆さんこんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてです。はい、こちらご覧ください。最近またフィリピン保健省のデータの出し方が変わりまして、今このような形で発表されています。はい、一番まあ上の分かりやすく出ている数字がトータルアクティブケースと言いまして、これは感染者のうち現時点でも治療中または陽性の状態が続いている人の人数ですね。それが 35,483 人と一番大きく書かれています。その下の黄色い数字はですね、634人というのは新規感染者の数です。はい。そして中央に円グラフがありますけれども、全体のうちの 91.4% がマイルド、軽い症状の人ですよということが示されていますね。そして、感染者の総数はですね、人の、女性の人の絵の上に書いてある57,545人というのが、7月14日時点での感染者の総数となっています。そしてこちらのページで、回復者ですね。新たに回復者が88人出て、回復者の総数は24,459人になっています。その隣が死者ですね。死亡者が新たに6人出て、死亡者の総数は1,603人になっています。そして下のグラフがですね、死亡者の数の推移のグラフですね。まあ、一時期4月1日が一番高く、山が高くなって、その後下がっていって、またちょっと上がって下がっていくと、そういったグラフになっていますね。はい、フィリピンはこのようにですね、毎日基本的に午後4時の時点でのその日のうちの新規感染者と感染者の総数、回復者数、死亡者数というデータをですね、毎日発表していたんですけれども、なんとですね、7月12日の日曜日はその発表が出なかったんですね。これは3月15日に1人目の感染者が出てから毎日続いていたのが初めて7月12日になって、発表が保健省から出なかったということでニュースにもなったんですけれども、今ですね本当に保健省が、まあ、検査施設も増えているのでいろんな全国から情報を集めていて、そのデータの情報量が多すぎてまとまんなかったということで7月12日は発表されず、翌7月13日に発表されたという、そういう混乱がありました。なのでですね、まあ今感染者数の情報を発表してますけれども、 SNS の情報等を見ていてもですね、やっぱり毎日感染者出てるけどこれもなかなかまとまりきれてないんじゃないかと、本当はもっと多いんじゃないかと、そういう推測がなされるような状態となっています。はい、そしてフィリピン保健省からこのようなデータも出されています。これはですね、新型コロナウイルスの感染者の患者さんに対するベッドですとか、人工呼吸器ですね、現時点でどれぐらい利用が可能か、どれぐらい占められていっぱいになっているのかというのを表したデータとなっています。一番上が ICU のベッドですね。これは緑色の部分がまだ利用可能、赤い部分がもういっぱいになっているという状況を示しています。53% がまだ利用可能ですね、ICU ベッドです。その下がアイソレーションベッドというのは隔離病棟のベッド。これは 53.3% がまだ利用可能。その下が病床にある、新型コロナウイルスの患者さん用のベッド。こちらは 45.6% が利用可能。一番下は人工呼吸器ですね。こちらは結構まだ余裕がフィリピン全国でありまして、73.7% が利用可能となっているというデータを表したものです。もちろんこれはフィリピン全国のデータとなっているので、地域によっては、この、例えばマニラの首都圏の感染者が多く出ているところですとか、セブ市も今多くなっているので、そういう場所の病院ではこのパーセンテージが、赤い部分が大きくなっているという状況ですね。フィリピン全国としてはもうとにかくこれを、赤をですね、このギュッとこっちに寄らせないように、なんとかこのアベイラブルという利用可能というのを維持したまま感染者をコントロールしていきたいというところですね。はい、続いてダバオ地域の感染者の情報です。はい、こちら7月13日の時点での情報ですけれども、オレンジ色の中央にあるニューとトータルとあるんですけれど、こちら17人が新規感染者で、773人が感染者の総数ですね。で、死亡者の総数は35人、回復者は1人出て、回復者の総数は457人となっています。このダバオ地域に関してはですね、前回私が動画を配信した7月8日以降、毎日実は感染者が2桁出続けています。中でも7月9日には新規感染者が41人も出ており、なかなか本当に油断できない状況が続いていますね。ダバオ市長はこのダバオ地域で感染者が増え続けている原因について、海外から OFW と呼ばれているフィリピン人海外労働者と呼ばれている人たちが
帰ってきたりですとか、またこれまでダボーに帰ってこれなかった人たちが続々とダボー地域以外からダボーに戻ってきていることが感染者が増えている要因の一つとなっていると発表しています。このように感染者がフィリピン全国でもダボー地域でも増え続けている中で、最近の報道ではですね、マニラの一部の病院ではもう新型コロナウイルス感染者の患者さん用の病床がいっぱいになってしまって、もう新型コロナウイルス関連の患者さんを受け付けられないと発表している病院がいくつか出てきていますね。そんな中、7月15日まで行われる規制が7月16日からまた改定されるんですけども、それでは次どのような段階の規制になるかっていうのは7月15日に発表される予定となっています。現時点でですね、私が住んでいるダバオ市に関しては、フィリピン政府の省庁間タスクフォースからダバオ市は今、修正を加えたコミュニティ隔離という一番緩い規制状態になっているんですが、そうではなくて一個前に戻る一般的なコミュニティ隔離という一つ上の段階に戻した方がいいのではないかという勧告が出ているとのことです。それに対してダバオ市長は、ダバオ市としては今のまま修正を加えたコミュニティ隔離 MGC 級のままで行きたいという抗議をするとしています。またマニラ首都圏の方ではですね、いろんな市長さんがいらっしゃるんですけれども、中にはですね、今のまま一般的なコミュニティ隔離のままにしてほしいって言ってる市長さんがいたりですとか、まあ多くの市長さんはですね、今の規制を維持しながら、場所によって要所要所で強い規制をかけていくのがいいんじゃないか、ハイブリッド式にしたらいいんじゃないかという案も出ているそうです。いずれにしましても、7月15日に7月16日以降のフィリピン全国の各地域の規制がどうなるかという発表がされる予定となっています。はい、ということでですね、まあ、引き続き油断できない状況が続いていますので、フィリピンにいらっしゃる方はくれぐれもご注意ください。私の動画ではこのようにフィリピン全国や私が住んでいるダバオ地域に関する情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。